すごいね。いや、すごい。いきなりすごいね。いきなりね、すごい。まだ入ってないの。そうなんだよ。このお城の街並みをこう車で行ったのかなって。走るってすごい。どっちだよ。右って言ってたよ、でもナビは。じゃあ右に行かせてもらおうか。そうだね。およそ400メートル先、左方向です。普通車1000円。はい。単車300円。お、これ単車だっけ。単車。ももちゃん落ち着かない。これこれ、うん、受付のね、おじいちゃんが持ってってって言ったら、うん、持ってる。おお、ほんとだ。まだ食べてないからな。はい、ここに1000円と300円。桜庭駐車場かな。桜庭駐車場。桜庭駐車場だ、ここだから。よし、行こう。ああ、気をつけろ、もも。あ、猿回しだ。あ、ほんとだ。終わっちゃったのかな。琵琶湖 8K。 琵琶湖 8K。 なんだって。コニャンがどっかにいるのかい。今何時って言ってたっけ。今2時過ぎてるよ。2時半。あ、じゃあ3時から博物館にいるらしいよ。え、そんなに会いたい人なんて。はい、コニャン会いたいね。ピコニャン。ピコニャン。はい、ここはじゃあ、彦根城。はい、です。もうちょっと夕方のちょっと寒いじゃ。若干暗いな。いや、でもまだ2時半だからね。はい、案内図。石垣。あ、博物館休館中っていうことは、ヒコニャンはどこにいるのよ。どういうことでしょうね。でも多分ももちゃん入れないよ、博物館。いた。それでいいの。ちょっと、いい。これ。はい、はい、もも、おさわり。はい、もも。あ、建物の中に入らなければ大丈夫ですかね。あ、わかりました。さあ、じゃあ大人2人です。はい、ありがとうございます。はい。はい。ゲット。はい、どうもー。はい、じゃあ入りまーす。はい。ちょっと入れ。すごい親切だね。ね。じゃあ行きましょう。うわ、なかなかの。なかなか。階段待ってるよー。なかなかの階段だな。大事なのこれ。大変だなぁ。さあ行きますよ、ももちゃん。何かを拾い食いしようとしてる ね。これが噂の歴史的建造物でしょうか。何年前に作られたんですかね。何年前でしたっけね。はぁ、すごい。で、こんなん作ったな、昔の人は。よいしょ。お土産屋さんだな。ヒコニャンのガチャガチャあるよ。そうだね、ほんと全種類集めたくなっちゃうからね。嘘でしょ。ダメなんですよ。全然1個で大丈夫。あの、じゃあ1個集めるともっと欲しくなっちゃうから。あ、見て、紅葉がなんか向こうの方綺麗に見えてる。本当に綺麗。見えるかな、カメラで。ね、日本のさ、紅葉ってさ、見慣れちゃっててさ、はいはい、あれだけどね。すごいな。ね。あ、ごめん。こういう木だってさ、昔からある仕事でしょ。そうなんでしょうね。おっと、また階段だ。もうここはね、いい運動になるね。ちょっとお腹が空いていいんじゃないですか。そうですね。
はい、ダンサー頑張れ。いけるかな、いけるかな、どうかな、よし、ダンス。よいしょ。あ、なんかすごい人が並んでるところある。もうジャンプだ、そうだ。あ、ここにあと撮影スポットだ。天守に入るのにすごい並んでんだ。え、そうなの。あ、あれ、あ、あれ、あ、写真撮るんじゃない、あそこが。あ、写真一番いい写真映えするスポットなんじゃない。綺麗だね、綺麗だね。ほら、はい、こっちだよ。結構並んでんだよなと。結構間近で見るとすごい迫力あるな。はい、この辺も綺麗かもよ。どう、お城いい感じに撮ってる。撮れてるよ、いい感じ。これ迫力あんな。これが1622年に建造されて20年かかってできてんだって。うん、それなんかホームページで見たね。見た。20年だよ。すごいよね、20年って。いや本当だよ、うん、さあ行きましょう。我々には時間がないんだね。このさ、石垣のさ、ちょっと隙間に石冷たい。え、見て、あっち琵琶湖なんちゃう。あ、聞こえてなかった。ちょ、琵琶湖見えるよ、お前。ちょ、あれ琵琶湖なんちゃうかもしれない。ほら、ほらか分かんないけど、ね、でもあんなでっかい水たまりないだろ。すげえな、でっかい水たまりじゃないか。お、じじか、お前は。はい、帰りは黒門で帰ります。はい、行くよ。アルプスに来たみたい。あ、本当だ。なんかアルプスっぽい。なんかイメージするアルプスの一部分だよね。わかる、ハイジがいそうな。この斜面な。そう、ハイジ見たことないけど、うん、なんかあの見たことあるよ、いろんなあの有名な特番で。そうハイジが、じゃあね、クララが立ったみたいな。そうそんなところ。なんか自然も多く残ってるみたいな雰囲気になってるのがいいな。これ見て、すごい。うわ、ひえ。これ登んなくてよかったね。これね、きついね。うん。うわあ、すげえ。黒門から来なくてよかったわ。よし、降りてきました。お、犬大丈夫ですか？はい、建物は入れないですけど、ずっとお散歩してもらうのも全く大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、どうも。あ、はい、すいません。あ、元気救援のやつがついてたんですね。なるほど。なくなりました。でもさ、向こうにさ、空吹き屋根みたいなのがあったんだよね。あ、ほんと。あらら。あららら。素敵だね。すげえ。すごい。はぁ。だって、気圧抜きで作られてるのかな。はぁ、ほんと。石のやつ？うん、行きたいね。行けんの？渡れそうじゃない？渡れそうだね。すごいな、ここ。うわ。これすごいね。昔の人も、あ、渡れない。あ、渡れないね。さすがにね。しょうがない。うわ、素敵。あ、ここ滞在時間、はい、何分くらい？これだ。うん。1時間はいるよ。じゃあね、2時間以上はいた方がいいね。そうだね。お城だと思ってちょっと舐めてた。舐めてた。うん。風景がめちゃめちゃ綺麗。風景綺麗だね。うん。庭園がさ、庭園綺麗だし、今はたまたまだけど紅葉もまだ残ってるし。うん、そうなのよ。今の時期来るんだったら2時間以上ちょっと枠を取っていって。疲れたな。疲れたね。じゃあ到着。はい、じゃあこれ以上楽しかったですよね。楽しかったです。本当に足りなかった時間ね。時間がね、まあまだ今日は初めてだったから
そうね、そうね、そうそうそう、また次ね、来た時はね、この猿回しもじっくり見て。猿回しか。もーもー、頼むよ。お猿さんいたね。はい、まあじゃあ今日は、もう時間がないから、はい、最後に、琵琶湖にね、琵琶湖周辺のオートキャンプ場を撮っているから、そこに向かいたいと思います。はい、左どう？琵琶湖だ、これがありますね。これが噂の琵琶湖じゃねえか。これ琵琶湖でいいんだな。いいんじゃない。琵琶湖だね。広いな。広い。反対側だってさ、ちょっと霞んで見えなくない？めっちゃ綺麗。ちょっと待って、あのね、ももちゃんのね、あのあれがちょっと寒いんだけど、すごいよね。すごい。いや、琵琶湖ね、うわすごい、本当にマジで霞んでるね。幻想的。幻想だよ、本当に。あのこれ、この映像で見れるかどうかわかんないんだけど、水面がね、めっちゃ水色と青と、ああ、水が綺麗ってこと？綺麗なんだろうね。ほら、あー、これ左、左、左 20m 受付、ここだ。今ね、スタッフの人が案内してくれてます。受付終わったけど、なんか暗いな。もうだいぶ暗くなってきた。ちょっと探索だね。最高でしょ。水着は最高だ。これはすごいよね。これいいよね。ねえ、ももちゃん。みんなおしゃれ。みんなおしゃれだね。がっつりテントだね。できたよ。いや、これ何これ。あー、いいね、もう。なんか遊んでます、こんな感じで。はい、飲みましょう。まずはコーヒー乾杯。はい、乾杯。はい。はい、ももちゃん、ご飯のタイミング。ちょっとずつあげたら進むから。ちょっとだいぶ遅くなってしまったんですが、今から夕食にします。滋賀県のスーパー。名前忘れちゃった。あ、平和堂。平和堂でちょいちょいと買ってきました。おつまみ系で、半額のお刺身、すき焼き鍋、ママがホッケで、俺がホタテ貝で、なんと今回は超奮発をして、このこれ見えるかな、近江牛の焼き、お肉、これを奮発したんだよね。そうです。ちょっとこれはもう本当、清水の舞台から飛び降りる気持ちで買ったよ。京都まで近いからね。そうだな、せっかくだし、を合言葉に。魔法の言葉。はい、まずはこれから焼いていきたいと思います。基本的には全部外でやる。お部屋の中はこんな感じで、こんな感じかな。ちょっとお鍋、使ったお鍋とか置いて、で、あとなんかももが落としたけど、はい、ここで、100均で使った、インスタントコンロと、あとそれが終わったら最後焚き火でもしようかなと思ってます。焚き火はこの中に入ってます。よし、じゃあ進めていくぞ。はい、こんな感じ。
ないよ、本当に。はい、はい、焼いちゃって。うまそうだ。まずは1個ずつ焼いていくかな。よいしょ。はい、焼け、え、超生だけど。え、生？嘘でしょっていうぐらい生だよ。え、だってちょっとぐらいレアできるのこれ。いや、ちょっとどころじゃなく、これレアですよね、これ。これ、やばくない？え？ひっくり返した？レアが嫌な人はやめた方がいいと思うけど。だってこっちと全然焼肉の色が違うよ。え？あ、お任せでいい？はい。はい。はい。じゃあ食べてみましょうか。はい。じゃあどうぞママさんからどうぞ食べてください。せっかくのお見業なんで。せっかくなんで。せっかくなんで。いただきます。はーい。うん。うん。遠吠えしてる。めっちゃ柔らかい。めっちゃ柔らかい？うん。いただきまーす。うん。めちゃくちゃ柔らかい。うんでしょ？うまっ。はい、すき焼き鍋をやりながら、近江牛いっちゃおうかな。はい、はい、お肉、あ、お肉じゃねえ、ご飯。ご飯はもう手抜きで、今回は電子レンジに頼っていこうと思いますね。はい、お刺身開けて、ホタテも開けました。じゃあ行きます。お、なんか定食みたいになってる。これがうまそうだったんだよね。やっぱりおご飯だよね。電子レンジ最高。そうだね。マグロかなこれ。うん、普通に美味しいね。このニンニクも混ぜてうまそう。なんだっけこれ、ニンニクと鶏軟骨。うん、と、あとニンニクの芽か。うん、ニンニクの芽が入ってる。はい、鍋も食べていこう。はい、いただきます。そうね、でも最後リコッタがいいんだけど。うん、そっか。うん、うん、美味しいです。たまにこういうホッケとかさ、すっごい、あ、あ、すっごい食べたくなんだよね。うひぇや、乗り切んないな。そろそろホッケが良さそうだな。うわうわ、うまそう。あ、もう最高、食べちゃおう。ま、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 はいはいはい、うまっ。うまい？うん、ちょっと俺も食べようかな、ホッケ。ホッケ最高。今こんな感じ。これからどんどんついていきます。焚き火だね。はい、無事着火。さあ、まあ薪は結構持ってきたからね、うん、ようやくキャンプらしくなった。キャンプらしくなった。こっちは暗くて見えんから。あ、ももちゃん、もうちょっと頼むよ、ももちゃん、ももちゃん。じゃあそろそろご飯でも入れますか、これ。そうですね、リゾット。子供たちがね、大きくなっちゃうとみんなで来る機会がなくなるからちょっと寂しいよね、うん、どうせならみんなで来たかったよね。そうね、まあもうしょうがない。しょうがないね。だってももちゃん。あ、でもね、焚き火あったか。あったかい。さて、そろそろ終盤かな。はい、焚き火も終えてご飯食べて最後にコーヒー飲んで、うん、ちょっとね、波の音がするから見に来ました。はい、暗いな。濡れちゃうから。あ、暗いけど、すげえ暗い。ねえ、ももちゃん、最後にお散歩してね。全然しましょうね。